対馬市の天王川公園では1926年から1967年までバイクのレースが行われ、多くの人でにぎわいました。その当時の熱気を復活させようと、28日は地元のバイク好きの人たちが協力し、世界各国のヴィンテージバイク95台を公園に勢ぞろいさせました。最も古いものは1911年に作られた超年代もの。池を囲んだコースをパレードする形でヴィンテージバイクの数々が颯爽と駆け抜けました。100周年目に向けて100台、ご協力いただいて集まっていくようなイベントにしていきたいなとは思っています。